2004年スペイン議会総選挙は、スペインにおける国会を構成する、国会議員を選出するため2004年3月に行われた選挙である。元老院と大議員の両院で選挙が行われた。首相に就任したサパテーロ氏選挙戦当初は、アスナール率いる国民党が優位に立っていたが、選挙戦最中の3月11日に、首都マドリードで爆弾テロ事件が発生し、 200名余りが死亡する、第三次となった。当初政府は ETA に、この結果、イラク戦争に兵士を派遣した、アスナール政権に対する批判が集中し、社会労働党が比較第一党に、躍進、8年ぶりに政権を脱回して、ホセルイス・ロドリゲス・サッパテイロが首相に就任した。投票日、2004年3月14日、選挙区定数は、人口比例で配分される。 ただし、アフリカ地域の日県は、定数1の小選挙区制投票は政党あるいはその、連合のリストを選択する。個人候補は認められない。各リストへの議席配分は、現単位のドント式で実施するが、得票率が3%未満のリストは、議席配分の対象外となる。出所、デパージェでエレクチオネイス、エレクチオネイスコングレソでロースディプヤタドスマース2004。なお、 議席を獲得できなかった政党については掲載しなかった。国民党は上院では25議席を失ったが第1党の座は守った。社会労働党は前回より28議席増やした。議席配分は以下のようになった。2004年4月16日スペイン社会労働党初期長で同党の首相候補者ホセルイス・ロドリゲス・サパテーロが 1> 第1回の投票で6党の支持を得、得票数183票で指名された。反対票を投じたのは、唯一最大野党の国民党のみであった。バスク連隊とナホロアバイ、西平茂、げ各国の選挙から変遷と、実情マイナスの、第6.1章、スペインを参照した。ボトシーネイスでインベスティデューラー、モーチオネイスでコンフヤヌッサ、 モーチオネイスでセンスロデスで,で1979イストリアエレクタール2012年6月9日閲覧ありがとうございます